カメラオブスクラカメラの歴史はアラブの科学者イブン・アルハイサムの光学の書にピンホールまたはレンズでイメージスクリーンの上へ外の風景を投影する装置カメラオブスクラの記述まで遥かに遡ることができるロンドンのサイエンスミュージアムに展示されている携帯型カメラオブスクラ写真発明前であり写像を固定することはできなかった カメラオブスクラカメラオブスクラの歴史も参照しかし、科学的に写像を固定するプロセスの発明前には、手でトレースすることは別として、これらのカメラで生じられるイメージを保存する方法はなかった。最も初期のカメラオブスクラは、中に人が入れるスペースを持っていた。これらは徐々に小さいモデルに進化し、 写真技術が発明されるほぼ150年前の1685年には、写真撮影に十分実際的にコンパクトな最初のカメラオブスクラがドイツ・ビュルツブルグのイエズス海士、ヨハンツハンによって作られている。最初の固定された写真は、パリでチャールズ及びヴィンセント・シュバリエによって制作された、スライドする木箱型カメラを使ったジョゼフ・ニセフォール・ニエプスによって、 1826年か1827年に撮られた。ニエプスは金とチョークの混合物に光を当てると黒くなるというドイツの解剖学者ヨハン・ハインリヒ・シュルツェによる1724年の発見をもとにしてピューター板をアスファルトピッチで被覆し、プレートを光にさらすことによって最初の写真を撮った。ピッチは光が当たったところが硬化し、 硬化されていない部分は後から溶解された。これが写真撮影の端緒であるダゲレオタイプ歴史及びカロタイプも参照ルイジャックマンでダゲルとジョゼフ。ニセフォールニエプスは1836年に最初の実用的な写真技術ダゲレオタイプを発明した。ダゲールは銅板を銀で被覆し、そして感度を上げるために要素蒸気にさらした。画像は水銀蒸気によって現像して、 塩の溶液で定着された。ウィリアム・フォックスタルボットは、1840年に別のプロセスカロタイプを完成した。両者とも、サーンのモデルと、ほとんど変わらないカメラを使い、イメージを記録するためにイメージスクリーンの前に、観光版、または観光紙を置いた。焦点調節は通常スライドする箱で行った。19世紀のスタジオカメラ、写真看板も、 参照1871年にリチャード・リーチ・マドックスが写真看板を発明しカメラマンは既製品を使うことができるようになった。また初めてカメラは手持ちに十分なほどまたは隠すことさえできるほど小さくなった。携帯カメラからフィールドカメラまで色々なデザインが激増した。また感度の向上により露出時間が短縮されたことにより シャッターが必要になった。最初のシャッターはカメラから独立したアクセサリーであったが、1900年頃までにカメラに内蔵することが一般的になった。コダックナンバー2ブローニーカメラ、1910年頃、コダック歴史及び写真フィルム外説も参照写真フィルムの使用はジョージ・イストマンによって始められた。彼は1885年に紙フィルムを製造し始め、 1889年にセルロイドに変えた。彼の最初のカメラナンバー1コダックは1888年に発売された。それは固定焦点レンズと一つのシャッター速度による非常に単純な箱型カメラだった。そしてその比較的安い価格が平均的な消費者にアピールした。コダックは100枚の露出のためのフィルムをあらかじめ装填してあり、 ロールが終わった時に処理と再装填のために工場に送り返される必要があった。1900年頃までにはイーストマンは彼のラインアップをボックスカメラと折りたたみカメラを含む数モデルに拡大した。1900年にイーストマンはスナップショットの概念を提供した単純で非常に安価な箱型カメラブローニーで大人気を得て、さらに一歩大衆市場にイーストマンによって 可能にされる低コスト写真撮影の進展にも、かかわらず、看板カメラはまだより高品質のプリントを提供して人気があった。ロールフィルムカメラは、装填ごとにより多くの撮影を可能にしたが、それと争うために、この時代からの多くの安価な看板カメラは数枚の看板を入れるために、マガジンを備えていた。看板カメラのためのフィルムパック、または、 ロールフィルムを使うことができる特別なバッグもあり、ロールフィルムカメラが看板を使うのを可能にしたバッグもあった。ライカーイ、1925年アーガス c ん、1939年、135フィルム歴史も参照エルンストライツで研究開発を担当していたオスカー・バルナックは、高品質の引き伸ばし、プリントを制作することができるコンパクトカメラを作ろうとして、 スチルカメラのために 35mm の映画フィルムの使用を研究することに決めた。彼は1913年頃にプロトタイプの 35mm カメラを試作したが、第一次世界大戦によって数年開発が遅れた。エルンストライツは1923年から1924年にその設計を市場調査し、十分良い反響を受け、1925年、ライカー違反の位置を固めた。 コダックは1938年にレチナアイで市場に参入した。そして全ての新しい 35mm カメラで使われる135フィルムのカートリッジを導入した。レチナは比較的安価だったが、35mm カメラは大部分の人々にはまだ手の届かなかった。そしてまだロールフィルムは大衆用カメラのために選択されるフォーマットであった。これは 安価なアーガス A の導入で1936年に変わった。そして1939年の非常に人気があったアーガス C3 の出現により、さらにより大きな範囲になった。最も安いカメラがまだロールフィルムを使ったが C3 が1966年に生産中止になる頃には 35mm フィルムは市場を支配するようになった。 未熟な日本のカメラ産業は、1936年に、キャノン 35mm レンジファインダーカメラと共に、離陸を始めた。日本のカメラは朝鮮戦争後、日本に駐留した兵士らが、アメリカが衆国その他に持ち帰るようになって、西側で人気が出始めた。アサヒフレックス IIB、1954年、ニカオンレフカメラ歴史及び、 一眼レフカメラ歴史も参照最初の実用的なレフレックスカメラは1928年のフランケハイデッケのローライフレックス二眼レフカメラであった。何十年も前から一眼レフカメラも二眼レフカメラも存在したが、それらは人気を博すにはあまりに大きかったが、ローライフレックスは十分にコンパクトであった。中盤の二眼レフカメラのデザインは ハイエンドとローエンドの両方において人気を得た。1935年のコンタフレックス到着間の 35mm の2眼レフカメラもあったが、これらは成功を収めなかった。1眼レフカメラにおけるデザインの革命は、1933年イハゲが発売した127フィルムを使ったコンパクトなエクサクタの発売で始まった。 この後3年後に 35mm のフィルムを使う最初の一眼レフカメラが続いた。35mm 一眼レフカメラは、接写や望遠撮影に強い特殊カメラとして一定の人気を得、そして第二次世界大戦後、様々な革新を施した新しいモデルが発売された。戦後における一眼レフカメラの大きな革新はアイレベルファインダーであった。そしてそれは、 最初は1947年にハンガリーのデュフレックスが実現し、1948年にはペンタプリズムを使う最初のカメラコンタックス S が発売された。これらの前はすべての一眼レフカメラはウエストレベルのファインダーを備えていた。デュフレックスはクイックリターンミラーによる最初の一眼レフカメラでもあり、ファインダー化露出の後暗くならなかった。 同じ時期ハッセルブラッド1600回の発売を見た。そして、それは何十年も中盤一眼レフカメラの標準となった。1952年に極光学工業は135フィルムを使う日本最初の一眼レフカメラアサヒフレックスを発売した。キャノン、ヤシカとニコンを含む他の日本のカメラメーカーも1950年代に一眼レフ市場に参入した。 日本工学のニコン F はフルラインの交換可能な構成部品とアクセサリーを持っていて通常最初のシステムカメラと考えられている。それ以前のレンジファインダーカメラの S シリーズに加えてニコンの評判をプロ品質の機器メーカーとして確立させたのはニコン界であったポラロイドモデル J661961 年インスタントカメラ及びポラロイド歴史も 参照世界初の現実的なインスタントカメラポラロイドモデル95が1948年に市場に出た。その発明者、エドウィン・ハーバード・ランドにちなみ、ランドカメラとして知られ、特許を受けた科学プロセスを使用し、1分未満でネガからポジプリントを作り出した。ランドカメラは比較的高価ではあったが人気を博し、ポラロイドラインアップは1965年のモデル。 20スインガーがベストセラーとなるなどして1960年代までに何十ものモデルに拡大した。しかし20世紀の末からデジタルカメラの普及に伴い急速に市場が縮小。2008年夏にポラロイドはインスタントフィルムの生産も終了した。AE カメラ AE カメラの歴史も参照自動露出を特徴とする最初のカメラは セレン受講素子を装備した1938年の完全自動のスーパーコダック620であったが、当時としても225ドルと非常に高価のため、成功はしなかった。1960年代までには低コストな電子部品が一般化し、受光素子と自動露出システムを備えるカメラは非常に多くなった。ドイツの小型カメラ、m ッ c 1 6 s b はレンズの後に、 受講素子を置くことで、より正確な速攻を可能とした、最初のカメラとして1960年発売された。しかし、最終的に TTL 露出系は、他のタイプのカメラより一眼レフカメラで、より一般的な特徴になった。TTL システムを備える、最初の一眼レフは、1962年のトップコン、RE スーパーであった。デジタルカメラ歴史も参照デジタルカメラは、 フィルムの代わりに CCD や CMOS などの光学センサーを用いてデジタル画像データを生成しメモリーカードなどの記録メディアに保存するという点でアナログのカメラと異なる。ありがとうございます。